グルコースは解答開始時の活性部位で、ヘキソキナーゼと結合する。生化学及び分子生物学において、結合部位は他の分子と特異的に結合する、タンパク質などの抗分子上の領域である。抗分子の結合相手は、しばしば、リガンドと呼ばれる。リガンドは、他のタンパク質、抗素質、セカンドメッセンジャー、ホルモン、または、 アロステリック調節因子を含むことができる。結合事象は常にではないが、タンパク質の機能を変化させる、コンフォーメーション変化を伴うことがよくある。タンパク質の結合部位への結合は、ほとんどの場合は、可逆的であるが、共有結合的な可逆的、または不可逆的であり得る。タンパク質上の結合部位に、 リガンドが結合すると、しばしばタンパク質のコンフォーメーションの変化を引き起こし、細胞機能が変化をもたらす。そのため、タンパク質上の結合部位は、シグナル伝達経路の重要な部分となっている。リガンドの種類には、神経伝達物質、毒素、神経ペプチド、ステロイドホルモンなどがある。結合部位は、酵素触媒作用、分子経路シグナル伝達、向上性調節、 生理機能など多くの状況で機能の変化を引き起こす。結合部位の電化立体形状、基下構造は得意性の高いリガンドの選択的な結合を可能にし、タンパク質が担う細胞乾燥後作用の特定のカスケードを活性化する。反応を触媒する酵素の存在化で活性化エネルギーは低下する。酵素は気質や生成物よりも 繊維状態に強く結合することで触媒反応を引き起こす。触媒結合部位では、いくつかの異なる相互作用が気質に作用することがある。これらの相互作用には、電気触媒、酸および塩気触媒、共有結合触媒、金属イオン触媒などがある。これらの相互作用は、高エネルギー分子を安定化させるために有利な相互作用を提供することにより、 化学反応の活性化エネルギーを減少させる。酵素の結合により、反応に無関係な物質をより接近させ、排除することができる。副反応もまた、この特異的な結合によって抑制される。このような作用を行うことができる酵素の種類には、酸化還元酵素、転移酵素、加水分解酵素、分解酵素、異性化酵素、及び合成酵素が含まれる。 例えば、転移酵素ヘキソキナーゼは、グルコースのリン酸化を触媒して、グルコースマイナス酸を作る。ヘキソキナーゼの活性部位残機は、活性部位におけるグルコース分子の安定化を可能にし、有利な相互作用の代替経路の開始を促進し、活性化エネルギーを減少させる。阻害剤結合による、タンパク質の阻害は、経路制御、向上性制御、 生理学的機能の阻害を誘発する可能性がある。競合阻害剤は、基質と競合して活性部位で有利酵素に結合するため、結合時に酵素基質複合体の酸性を阻害する。例えば、一酸化炭素中毒は、ヘモグロビン中の酸素ではなく一酸化炭素が競合的結合することによって引き起こされる。あるいは不競合阻害剤は、 活性部位で基質と同時に結合する。酵素基質複合体に結合すると、酵素基質阻害剤複合体が形成される。競合阻害剤と同様に、生成物の形成速度も低下する。最後に、混合阻害剤は、有利酵素と酵素基質複合体の両方に結合することができる。しかしながら、競合阻害剤及び不競合阻害剤とは、対照的に、 混合阻害剤はアロステリック部位に結合する。アロステリック結合は、基質に対するタンパク質の親和性を高める可能性のあるコンフォーメーション変化を引き起こす。この現象を性変調と呼ぶ。逆に、基質に対するタンパク質の親和性を低下させるアロステリック結合は、不変調と呼ばれている。活性部位では、基質が酵素と結合して、 化学反応を引き起こす。気質、繊維状態、及び生成物は、あらゆる競合阻害剤と同様に、活性部位に結合することができる。例えば、タンパク質機能の状況において、筋肉細胞におけるトロポニンへのカルシウムの結合は、トロポニンのコンフォーメーション変化を誘発する可能性がある。これにより、トロポミオシンが、 ミオシン頭部が結合するアクチンマイナスミオシン結合部位を露出させ、クロスブリッジを形成し、筋収縮を誘発することができる。血液との関連で、競合的結合の例は、ヘム状の活性部位を酸素と競合する一、酸化炭素である。一酸化炭素の高い神話性は、低酸素濃度の存在下で、酸素に勝ることがある。このような状況で、一酸化炭素の結合は、 ヘムの酸素への結合を阻害する、コンフォーメーション変化を誘導し、一酸化炭素中毒を引き起こす。活性部位と調節部位での競合的を呼び、非競合的な酵素結合を示す。アロステリック部位では、リガンドの結合により、タンパク質の機能が増幅、または阻害される可能性がある。多量体酵素のアロステリック部位へのリガンドの結合は、多くの場合、性の共同作用を誘導する。 すなわち、第一の気質の結合が好ましいコンフォメーション変化を誘導し、酵素が第二の気質に結合する可能性を高める。調節部リガンドには、ホモトロピックリガンド及びヘテロトロピックリガンドが含まれ、それぞれ単一、または複数のタイプの分子が酵素活性に影響を与える。高度に調節された酵素は、しばしば代謝経路において不可欠である。 例えば、解凍系でフルクトースをリン酸化するホスホフルクトキナーゼは ATP によって主に調節されている。解凍系におけるその調節は経路の関与段階と立足段階であるために不可欠である。PFK はまた、以下経路を通じて ATP を形成するために指定されたグルコースの量も制御する。したがって ATP が十分のレベルでは PFK は ATP によってアロステリックに阻害される。この調節は他の経路のために必要となる可能性のあるグルコースの予備を効率的に保存する。クエン酸回路の中間体であるクエン酸も PFK のアロステリック調節因子として働いている。結合部位はその構造的特徴によっても特徴づけることができる。モノデズミックリガンドの探査部位は 単一のタンパク質差によって形成されるが、ポリデズミックリガンドの多さ部位は、タンパク質複合体では頻繁に見られ、通常はタンパク質界面やその近傍にある複数のタンパク質差を結合するリガンドによって形成される。最近の研究では、結合部位の構造がタンパク質複合体の生物学に大きな影響を与えることが明らかになってきている。 シグモイドと双曲線の結合パターンは、酵素の共同性と非共同性を示している。結合曲線は、タンパク質に対するリバンドの結合挙動を説明する。曲線は、シグモイド、または双曲線の形状によって特徴づけることができ、タンパク質がそれぞれ共同的、または非共同的な結合挙動を示すかどうかを反映している。通常、横軸は、 リガンドの濃度を表し、縦軸は全ての利用可能な結合部位に結合したリガンドの分割ワ和度を表す。曲線の形状を決定する際には、通常、ミカエリスメンテン式が使用される。ミカエリスメンテン式は定常状態に基づいて、導出され、溶液中で起こる酵素反応を説明する。しかし、酵素が気質に結合している間に反応が起こると、 反応速度は異なった形になる。血液中のヘモグロビンやミオグロビンへの酸素の結合親和性を評価する場合は、結合曲線を用いたモデリングが有用である。4つのヘム元を持つヘモグロビンは共同的結合を示す。すなわち、ヘモグロビン上のあるヘム元に酸素が結合することで、次のヘム元に対する酸素の結合公的性が、 高まるような好ましいコンフォメーション変化が誘発される。このような状況では、ヘモグロビンの結合曲線は、酸素に対する結合公的性が増加するため、シグモイド型になる。ミオグロビンは、ヘム元を一つしか持たないため、結合曲線上で相曲線となる非共同的な結合を示す。異なる生物と人との間の生、科学的な違いは、医薬品開発に役立つ。 例えば、ペニシリンは DD、トランスペプチダーゼを阻害することで細菌の酵素を死滅させ、細菌の細胞壁の発育を破壊し、細胞死を誘導する。このように、結合部位の研究は、がんの気候、製剤、生理学的調節など多くの分野の研究に関連している。タンパク質の機能を阻害する、阻害剤の製剤化は、薬物療法の一般的な形態である。 メトトレキサートは、気質の養酸を競合させることで、ジヒドロ養酸、レダクターゼを阻害する。結合部位は青、阻害剤が緑、気質が黒。ガンの範囲では、天然のリガンドと類似した外観を持つように編集されたリガンドが、腫瘍の成長を阻害するために使用される。例えば、化学療法剤であるメトトレキサートは、ジヒドロ養酸レダクターゼの活性部位で、 強豪阻害剤として採用するこの相互作用は、テトラヒドロ陽酸の合成を阻害し、DNA、RNA、タンパク質の酸性を遮断する。この機能を阻害することで、腫瘍性成長を抑制し、重度の感染や成人の関節リウマチが改善される。循環器系の疾患では、高血圧患者の治療に、ベータ遮断薬などの薬物が使われている。 ベータ遮断薬は、心臓及び血管内のベータ1及びベータ2受容体へのホルモンであるアドレナリン及びノルアドレナリンの結合を阻害する高圧剤である。これらの受容体は、通常、交換神経の戦うか逃げるか反応を媒介し、血管の収縮を引き起こす。競合阻害剤も広く商業的に見られる。ボトックスとして商業的に知られている。 ボツリヌス毒素はアセチルコリン依存性神経との結合により筋肉の弛緩性麻痺を引き起こす神経毒である。この相互作用は筋収縮を抑制し平な目筋のような外観を与える。タンパク質の結合部位の位置を予測するために多くの計算ツールが開発されている。これらのツールは配列に基づくものと構造に基づくものに大別される。 配列に基づく手法は、結合部位などタンパク質の機能的に保存されている部分の配列が保存されていることを前提としている。構造に基づく方法は、タンパク質の三次元構造を必要とする。これらの方法は、胃型に基づく方法と、ポケットに基づく方法に細分化される。胃型に基づく方法では、標的タンパク質と結合部位が、 基地のタンパク質との三次元的な類似性を検索する。ポケットに基づく方法では、素水性や水素結合脳などの特徴を備え、ガン度を高い親和性で結合できる、標的タンパク質の多面や渦もれたポケットを検索する。ここでは、ポケットという用語が使われているが、同様の方法を使用して、より平面的なタンパク質、タンパク質相互作用で使用される。 結合部位を予測できる。ありがとうございます。